はい、どうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。チンアナゴのアナコです。本日は水曜日、面白福祉の時間です。さあ、今日はですね、盲学校にも美術の授業ってあるの？っていうお話をしたいと思います。というのは、盲学校には美術の授業ないと思っている方も過去いらしたので、お話しさせていただきたいと思います。まあ、目の見えない人ばっかりがいるんだから、ちょっと美術は難しいんじゃないのって思う、その気持ちもわからなくはないですね。確かにね、ですが美術の時間はちゃんとあります。ただこれ、私が卒業した盲学校の話しかできませんし、私も、中学の時の話だから、もうかれこれ30年以上前の話なのかな。ですのでね、今ちょっとどんな現状かはわからないですよ。ですけれども、私が中学時代の時の話ということで、お伝えしたいと思います。で、私は中学の頃はね、まだ視力が多少あったんですよ。そう、だから弱視のクラスっていうことで盲学校には入っていました。でも全盲の子たちのクラスっていうのもあって、全盲のクラスの子たちも、当然美術の授業がありました。で、私は弱視だったので、多少色彩についてのお話とかもあって、水彩画とか油絵とかはなかったですけど、切り絵なんかはありましたよね。で、ただ、やっぱりその色彩の部分についての授業というのは少なくて、陶芸とか彫刻が多かったんです。やっぱり立体、木彫の木の塊渡されて、それをのみとかでこうトン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 やって彫刻作るとかね。あとは陶芸のね、窯が、陶芸部っていうのがね、一応あったんですよ。だから陶芸の窯もあって、その焼き物、その彫刻とか焼き物あたりは全盲のこのクラスもやってましたね。でもなんかこう面白いと思いません？だってこう普通の学校って割とその立体は結構最後の方じゃないですか。やっぱり絵とかが中心で、その平面のもの、その二次元的なものが割と、今違うのかもしれないけど、最初で、その立体、三次元的なものって結構ね、進んでからやるじゃないですか。最後の方にやるものじゃないですか。だから盲学校は立体からやるみたいなのは結構面白いななんていう感覚になりましたけどね。でもそんなわけで美術の時間はあるし、あと私を含めね、結構見えない人、美術館行くのが好きっていう人少なくないんですよ。最近はね、音声ガイドの入っている美術館も多いですしね。そんな美術館巡りの話はね、また今度いつかしたいと思いますけど、ということで今日は盲学校にも美術の授業はあるんですよというお話させていただきました。よかったらいいねボタンやコメント、そしてチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。そしてアナコでした。バイバーイ。